そう、波足とか移行した後よく気をつけてね。で、人間が気抜かないこと、馬の顎、その位置、コンタクトは断続的にもっと強く持ってってほしいんだから、ちゃんと常に譲ってくれたら楽に置いといてあげて、持っていってくれる分だけ持っとくだけでいいんだからね。そんなに強くないよ、持っていく分っつったって。今細い針使ってるからそんなに強くはかかってこない。そう、いいじゃない。いや、駆け足、そう、折れたところでしっかりな補正作んないと出ないからね。ちゃんと外方だけに乗せる。はい、キャンタ、なんかちゃん通るよ。もう一度、外方で発進しないの。外方を下げて内方脚でポン。もう一度、外方のキープがちょっと足りない。脚使って元気のいい波足をしてから、そう、ほら、怒れ怒れ。そう、内方力に、もう一度開きながら発進してごらん。 OK、 これ内方楽に同じようだよ。そう、駆け足も同じ。出す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 、はい、もっと前。内方が辛いよ、内方が辛いよ。そう、トスがちゃんとコントロールしてれば絶対飛んでいかないから、むしろサボるぐらいだから、ちゃんとそこで前出してあげる。はい、前、ちょっと折り返しがきつい。折り返しだけ持ってる中指、薬指だけ楽に。そう、はい、前前前前前前、ちゃんと脚で反応してないんだったら怒る。そう、はい、座って、そう、そう、馬がそう座ってきた時にうってなって、ちょっとピーッとして勝手に起きてくるような求めていかなきゃダメだよ。で、ハミを持ってるから、で、それ力で起きてくるんじゃなくて、まあそこでピリって気づいて自分で起きるようにしなきゃダメ。はい、座って受ける。そうな、手楽にしてないと座っても意味ないぞ。さらに突っかかってきてバランス崩れるだけ。ああ、はい、巻き乗り、開いて、で、特に外へ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 、そう、前前前前前前、回転した時に外方が緩いから逆に崩れてきちゃってるよ。もう一度、はい、出す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 、はい、座って、腰を張る腰を張る腰を張る、そう、はい、巻き乗り巻き乗り巻き乗り、はい、巻いて、外方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 持て外方持て外方持て、内方開く、内方が強い、内方使ったら外す。そうそうそう、馬が下に逃げ始めてるよ。そういう時はただ短く持って、ちゃんと外方だけ握っておく。中途半端に持ったり離れたりするから嫌になって下に来ちゃう。手前帰ってごらん。